RMC チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。こんばんはですね。あ、こんばんは。はい。今回は第65回目のリスクマネジメントジャーナルということになりますので、週の真ん中水曜と真ん中の、10時からということで、また今回も Zoom で生放送をしておりますが、今日も、協会の石川恵子理事と一緒に進めてまいりたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、9月最終日、30日ですけども、最終日ですね。はい、最終日。はい、今日の出来事じゃないですけど、今日 今日の出来事 全然時事ネタじゃないけど じゃなくてもいいですよ。ネタじゃないけど、ちょっとビジュアルネタで ビジュアルネタで、はい。今日はあの、久しぶりにあの、まあ、メディアトレーニングをやったっていう話で、その時にこれを、あの、これね、フェイスシールドやったっていう。マスクというか。うん、でも耳が痛かったって、ここかけてるのがね、耳が痛くて、なんか嫌だなって、本当に嫌だなっていう、そういう話。もうね、これ。苦しくはないの？あんまり。苦しくはない。で、いいのはね、あの、女性の場合、ほら、あの、マスクだと、お化粧崩れしちゃうから、で、これだとね、あの、肌にくっつかないの、こういうところに。だから、あの、綺麗に見えるっていう意味ではいいかな。ね、マスクが汚れないという意味では、これはいいとは思います。でも、やっぱりここのところをやるので、あの、耳が痛くなっちゃうっていうか、あまり良くないですね。やっぱりもう、良くない。やだ、やだ。これでいいよ。よくやってるよね、これね。接客業のところはね、まあ、はい、が見えるっていうことで、ね。そうですね。そんな話。で、相馬さんは今日、なんか、とっても面白かったんでしょ？面白いよっていうか、今日はね、朝、今朝方、ほら、大統領選挙、アメリカの大統領選挙のね、第1回目の公開討論会、はい、トランプさんとバイデンさんがあって、まあ、それを、移動中だったんだけど、ネットで見ながらちょっと移動してて、で、まあ、英語はね、全部英語なんで、しっかりと見れるわけじゃないんだけど、もう見てる感じは完全にもう血は喧嘩ね。ああ。一人同士の血は喧嘩、はい。ひどいもんだなと思って、どっちがどっちっていうわけじゃなくて、見るからに、こう、もう、なんていうかな、口論してるみたいな。ディベートじゃなくて、口論、みたいな感じ。で、全部が聞き取れるわけじゃないんだけど、まあ、あれが超大国の、ね、大統領を決める公開討論会かと思うと、まあ、アメリカも落ちたもんだなと、は第一印象です、ね。で、まあ、その後ちょっと専門家呼んでたんで、午後から専門家とその話を少ししたんですけど、まあ、その人は英語が全部分かる人なので、まあ、どうでしたかというような話聞いてたんですけど、やっぱりもう討論になってないと。で、相手の悪口をこうぶつけ合う。で、最初は、まあ、トランプはああいう人なんで、バーってやってたんだけど、バイデンの方も途中でプチッと切れちゃったみたいで、もう途中でバイデンもこう、言い返すみたいなことになって、もう収拾つかなくなって、6テーマあったんだけど、6テーマを各2分ごとずつこう話して、それに対するディベートっていう、これがまあルールだったらしいんだけど、もう途中から全然、そんなこともなくね。今ちょっと私もニュース見てたんですけど、もうあの、まあ、けなし合いで割って入っちゃうって、相手が話してる時にもうあの割って入ってしまうっていうね、うん、まあ、そもそも、ま、マナーに なってないっていうか、相手の話を聞かずに、最後まで聞かずにもうあの口を出してしまうっていうことですから、まあ、それはトランプさんのやり方なんだろうと思いますけど、うん、あの国民に対して非常にこの不誠実ですよね。論破するならちゃんと正々堂々と論破してほしい。そうそう、だからちょっと見てても、うん、いやちょっとレベル低いなっていうのを、うん、まあ、わざとじゃないと思うんですよね。もうなんとなく、トランプ氏はわざとじゃないですか。かなと思っていろいろ聞いてみたんだけど、どうも今回準備不足じゃないかっていう意見の方が多いね、トランプ、討論できないからそうやってしまうってこと？討論できないから、その中身の準備ができないから、あえて、まあ、けなす、相手の話を最後まで聞かないでけなすっていうことですか、ね、というよりはその感情の方が先走っちゃって、やっぱり止められなくなったんじゃないかっていうことを、うん、でちゃんとした冷静なディベートをするっていうようなその計画もあんまり作ってなかったんじゃないかというような話が多かったですね、僕が聞いたところによると。うん、あ
ので、まあ、ちょっと今回のでだいぶ縮まってたので民主党とね、だからそれを逆転できるチャンスだったんだけど、ちょっとなんか終わった後のまだ全部出てませんけど、うん、バイデンの方が有利だっていうような評価が出てるみたいなので、うん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 、ちょっと品がなさそうに、まあ、トランプも品がないっていうのは分かってる、うん、まあ、もともとそうですからね、うん、ただちょっとすごいなと見ててどうかなっていうのがね、うんうん、ちょっと英語が分かんない私が見てても分かるぐらいひどかったので、まあ、ちょっとどうかなと。でまあ、いろんなところで国民の敗北だって書いてあるよね。選んでしまった。こういう選挙戦にしてしまったアメリカ国民が負けたんだと、うん、あ、まあ、そういう言い方もあるかもしれない。うん、ちょっとひどいような、まあ、ちょっと司会もちょっとねおかしかったけどね、うん、だけどまあそれにしたってちょっとどうなのかなと、ますますちょっとアメリカは分断されていくんじゃないかっていうような、ね、うん、まあ、ここは2回目3回目あるので、そうですね、はい、私も、うん、ちゃんと追いかけようと思ってますので、うん、だってバイデンなんて何も喋ってないんだもん、ね、年上あ、だから何もしなくていいものをさわざわざカッカカッカしてやるから余計悪くなっちゃって、使いたいトランプって感じで、使いたいトランプ、バイデンここにいるだけみたいな、何もしなきゃいいのにギャギャやっちゃうから、まあ、釣られてね、行ってしまうわけですね。あれが戦略だったら、ね、私はトランプはもう全部戦略だと思うけど、うん、でもわざとじゃない、それでまた開くんじゃないかっていう話も出てるから、ちょっとそれは結構見てみないと分かんないけどね、うんうんうん、そうですね、まあ、注視したいところですね、見てましたと、うん、ね、あとはその今週1週間何考えてきたかっていうところで、考えてきたかっていうよりも、ジャーナルに向けてね、ちょっとどんなのがいいかなと思ってネタを探してたっていうよりも、一つ大きいニュースとしては、まあ、菅政権が始まってるんで、そこでいろんな話が出てきて、まあ、我々ビジネスの世界に影響があるようなね、デジタル庁の話とか、いくつか出てきてるんですけど、まあ、その中でちょっと大きいなっていうような話の一つは、どうなるか分かりませんけど、中小企業基本法の改正っていう話が出てきてるんで、ね、これはもうすべての中小企業に影響してくる話なので、ちょっと大きな話です。要は中小企業の、枠組みね、を大きくガラッと変えようということで、中小企業基本法で中小企業ってほら、中小企業の定義っていうのが決まってるわけですよ。この定義を変えようと。要は中小企業生産性が低いので、中小企業の合唱連行、それから死んでしまっているような中小企業は退出してもらって、規模を大きくしようというね、そういうことで生産性を上げて中小企業を強くしていこうと。まあ、一例あるし、僕もその通りだなと思うんだけど、ちょっと今の時期、中小企業の再編をやるパワーがね、特にコロナ禍において、かなり弱っている状況ですから、あるのかなという気がしますけど、まあ、菅政権規制改革ということで、打って出てますので、まあ、そういうこう、断行していくのかなということですけど、すべての中小企業に関わってくる、うん、ね、中小企業基本法はすべての企業に適用されるものなので、うん、まあ、かなりちょっと大きな話だな、うん、ね、またこれちょっと別でまとめて、はい、ちょっと協会ではやらないと思うけど他のところでやろうかなと思ってるので、うん、まあ、また機会があれば話して、うん、あれ、でもベーシックインカムの話じゃなかったの、そうだ、これはフリーだよ、だからあ、フリー次が出てくるのね、それで、まあ、うん、その中でもうちょっとあのきちっなんていうかな、その大きな話としてね、うん、ベーシックインカムの議論があって、これは7月か なんかにあの例の竹中平蔵さんが、はい、ベーシックインカムしたからね、という論文というかね、はい、インタビューをダイヤモンドだったかな、何だったかな、プレジデントなんかでやったのが蒸し返されて、うん、今こそベーシックインカムということで、菅政権の誕生と一緒に、うん、わーっと話題になって、それがこういろいろこと議論を呼んでるという、そういうやつ、うん、うん、あれ、あの、いきなり出てきたのは菅さんと竹中さんが、まあ、割と親しくして会食してるからということの流れで来てるのかしら。もともと夏前からそういう話が、うんうん、コラムとして竹中さん出してたんだけど、まあ、その議論の対象としてベーシックインカム今こそやるべきだっていうのが少し議論として盛り上がってきたというようなこと、うんうんうん、でね、もうご存知の通り、竹中平蔵さんというのは小泉政権のブレーンです、うん、今回の菅政権もどっちかというと小泉政権にかなり近いやり方、安倍さんというよりはどちらかというと小泉さんに近いものね、
方に、なんか今のところは見えるので、まあ、そこでまた竹中さんがぐぐっと浮上してきているようになって、うんうん、さっきの中小企業基本法の改正もデイビッド・アトキンソンっていうね、うん、有名なその日本の中小企業の生産性を上げようってわーってやってる人がいますけど、その人も菅さんのブレーンなんですよね。その人の理論をいろいろと聞いてるというような話で、もう一つ、まあ、竹中さんもね、今回またブレーンとして入るのかもしれませんけども、うん、まあ、竹中さんがそういうベーシックインカムというのをやったというような話をするんですが、それに賛否両論をね、うん、ちょっとほら ベーシックインカムのまずちょっと説明 した方がいいんじゃない。ベーシックインカムっていうのはね、基本的にはすべての人、まあいろいろ条件があるんだけど、すべての国民に対して最低限度の生活を保障するために現金を給付するっていう、まあまあ簡単に言うとそういう制度なわけ。だから年金だけじゃなくてすべての人、例えば今出ている竹中案では一律7万円毎月ね、これは0歳児からですよ。うん、0歳、1人ってこと？0歳児から、0歳児から、国民すべて1人、0歳児から99歳、100何歳のすべての国民1人当たり何万円とかね、5万円とか何万円、これがベーシックインカムの基本的な考え方なの、うんうん、でそれに対して所得制限をつけるとか、うん、いろんな制限をいろいろつけるとかっていうことはその理論としてはあるわけです。で今回、くしくも世界中でベーシックインカムって何年か前からこう議論になってるんですね。でいろんなところで社会実験を行う、例えば、まあ、ありがちなの北欧、フィンランドとかスウェーデンとか、あの辺は結構実験やったりしてるけど、人口も少ないから、でなかなか今のところうまくいってないわけ、財源の問題とかね。ただこれだけ経済がグローバル化してきて、アメリカじゃないけど日本もこう格差が出てくると、やっぱり成功する人とそうじゃない人と差が大きくなって、しまうということがあるので、やっぱり最低限のセーフティーネットをこういうところに置こうということでベーシックインカム論というのは出てきてるんだけど、まあ、それの一つ、うん、で日本でもやったらどうだという声がね、まあ、この今回のコロナでもあるんだけど、うんうん、くしくも今回実はですね、世界中でいろいろコロナに対してこうお金を皆さん国民に政府が配って、アメリカもすごい額、うん、そうね、はい、日本もすごい額配ってますね、130兆円で、その中で実はベーシックインカムに一番近いお金の配り方したのは日本なんです、うん、どういう意味で、所得、一律10万円所得制限なしでしょ、はい、うん、これはまさにベーシックインカムそのものじゃないですか、うんうん、そうですね、他の国は所得制限があったりいろんな制限をつけたりしてるんだけど、日本の場合はそういうの一切なく、最初はほら困ってる人に30万円、うんうん、そう、なんか30万円ね、所得制限設けてっていうことで、まあ、批判があって結局10万円になったんだよね。しかも閣議決定までしたのに、うんうんうん、あれひっくり返しても前回すごいよねあれはね、見たことないでしょそんなの、うんうんうん、まあ、でもそういうことをやって、実はその社会実験としてなんていうの、意図しなかったんだけど、世界で初めて、うん、だって日本人1億人いるんだから、うん、1億人の人間に一斉にバッとお金を一律配ったっていうのは実は初めてなんですね、うん、なんでこれがどういうふうに今後ちょっとデータとして出てくるかっていうのは、これから日本がベーシックインカム論っていうのを進める上でね、これがいいかどうかっていうのはいろいろこう議論があるんだけど、まあ、一つ実験として面白いなというのがうん、出てきたんで、うん、まあ、やっぱりそうか、私もなんかベーシックインカムなんで出てきたんだろうと思って、あ、そういえば一人ね一律10万円配ったから、あ、もしかしたらなんかそれがきっかけでこう出てきたのかなって思ったんですけど、もともとベーシックインカムっていう考え方はあったけど、それ実際やったところはなくて、今回日本が まさにそれをやった、まあ、ベーシックインカムじゃないんだけど、そうそう、まあ、実験的に結果として、そうそうそう、うん、別それを実験的にやろうとしてやったわけじゃなくて、結果としてそうなったってこと、それともその一律10万円、今はそうじゃないんだって、特別定額給付金だからベーシックインカムも何の関係もない、ただ、うん、とにかく金配ろうということで、うん、やったことが実はベーシックインカム的なね、その配り方になったということで、うん、これは本来だとしてね、そうそうそう、本来であれば毎月国民に一律7万円とか5万円、うんうん、額はいろいろあるんだ、まあ、やるっていうのが、まあ、ベーシックインカムの考え方、うん、まあ、セーフティーネットですよね、うん、その代わり社会保障をなくすとか、うん、いろいろありますよね、うん、いろいろこう財源を出さないといけないと、まあ、そういうような形で、うん、今後これがどうなるかというのが、うん、その相馬さんとしてはこれに対してなんか意見あるんですか。大いにやった方がいいと思うね、実験
特にそのいろいろな意味でこれがうまくいくのかどうかって、分からないけど、うん、ただこれだけこういろいろ格差が出てきたりして、うん、それから社会保障の財源論みたいなのもあって、うんうんうん、このままじゃとても立ち行かなくなるわけ。そうね、そうね、うんうん、まあ、私も面白いと思う。あれ、これ社会主義国家ではやってないのかな。社会主義国家ではやってない。だからその批判の中には社会主義国家的だ、うんな政策だということで、やっぱり自由主義国家はやるべきじゃないっていうのがやっぱ大きいんですよ。うんうん、要するに、勤労意欲を削ぐとかね、負の側面もあるからね。ソ連はこれをやって失敗したわけで、うんうんうん、あの根強い反対論はあるんですよ。ただ、これによって、どうして今出てきてるかっていうと、やっぱグローバル経済が大きくなりすぎて、格差が昔の比じゃないぐらいね、なりすぎているので。そうね、ネットの部分ないとも仕事どこじゃないというような、そうね、多分日本人ってもともと働き者だから、私やってもいいのかなって日本人はよく働くから結構うまくいく、つまりうまくいく国といかない国があると思うから、そういう意味では割と日本人は勤勉な国民性があるので、いくんじゃないかな。ただほら、なんていうの、災害給付金でね、それでちょっと働かなくなっちゃったっていう話も一応ね、一部ではあるので、その負の側面もあるかもしれないけども、でも、試みとして考えて、検討する余地は、やってみても、実験としてありなのかなとは思いますけどね。ただその北欧の国がやってるような、小さい国は人口比率も低いし、実験としてできるんだと思うんですけど、やっぱり日本でやろうとすると相当やっぱりハレーションが大きいし、その財源論みたいなことがどうしてもって、なかなか一律できないんだろうけど、中中さんが言うには今こそね、こういうなんていうか、ショック療法でやるしかないみたいな、そういう本を出されているわけ、たまたまこの竹中論は一律7万円っていう数字を出してますが、それでも、かなりの、 その財源が必要、月13兆円必要なのか。そういうことで、かなりの金額になるので、その辺どうするかとか、それから世界で他の国が実験してるんですね、いろいろ。ただ全くうまくいってるとこなくて、例えばね、スイスなんかは、ね、2016年に国民投票してるんですよ、ベーシックインカム入れたらどうか。で、これは反対が 77% で否決されてる。アメリカはね、例えばカリフォルニア州とかそういうリベラルな州で、基本的に地域ごとで少しやってみようみたいなことで、してるんですけども、これも財源の問題が大きくて、なかなか進んでいないというようなことがあったりとか、一番近いって言われてるのはスペインね。スペインが、今年の6月から80万人を対象に月5万6千円から12万円って、差があるんですけどね、ベーシックインカム的に導入してやっていこうというようなことも言ってるんですけど、やっぱりこれね、勤労意欲を奪うとか、スペインはやっちゃダメだと思うな。スペインはやっちゃダメ。とかね、そういうのによってかなり違うんだけど。いいわない。それはないかな。はい、本当やっぱりその地域性とか国民性っていうか、あとやり方とかステップとか、いろいろね考えなきゃいけないところはありますからね。でも議論はしてもすごく面白い発想だとは思いますね。今この格差ってすごく大きい問題ではあるので。でさっきの その中小企業の、生産性の向上みたいな話、やっぱりリンクしてきて、やっぱり最低限の生活をどこに国にやってもらうのか、ね、それともやっぱり国から、結局これ税金でやったものの再配分だから、国にも取られる分だったらぐらいだったら自分でやりたいという人の方が多いのか、それはね、その国々によって全く違う。で、何とも言えないですけど、石川さんおっしゃるように、もう日本だったらもしかしたらね、これ、ベーシックインカムそのもの、これ所得制限かけてもいいとは思うんだけど、なんかこういうような制度みたいなのをやった方が、今の社会、付加方式の社会 保険のやり方よりも、もしかしたらうまくいくんじゃないかなみたいな、ちょっと気もしていて、こういろいろな専門家の人たち、うちも来るので、意見聞いたりね、なんかしたりしてるんですけど、いずれにせよ相当な、財源が必要になるし、これによってその働き方もだいぶ変わってくるはずなので、そういう意味ではちょっと少し、この議論が多分こう菅政権になってね、
出てきたということは進んでいくんじゃないかなという気がしたので、ちょっと皆さん、そのベーシックインカム自体を知らない人も多分、うん。そうね、言葉としてまだ全然馴染みがないし、私も改めて調べたっていうね、こともありますから。うん、なので、ちょっとまあ、こういう話題があるんですよということで、ジャーナルで取り上げようかなというふうに思ったのが、今週のこの本のネタと、はい、いう感じです。ちょっと私それに関連して、まあ、関連でもないんだけど、うん、まあ、少し格差という意味では、私が今週注目したのはゴーンさんのゴーン事件の後半がスタートしたということで、はい、今まで司法取引をした、元秘書室長ですね、大沼さんが、今まで名前が出てなかったんですね。元秘書室長という言葉がずっと出てたんですけども、昨日初証言、その司法取引で、証言をする、法廷で証言するっていうのは初めてということもあって、非常に注目されているんですね。で、なぜ私が注目するかっていうと、その、司法取引っていうのがまだ馴染みがないんだけれども、これで大きな注目を浴びるっていうこと、そしてその司法取引と内部告発ってちょっと似てるようで、全然違う。内部告発ってその公益通報者保護法ということで、告発者はあまり表に出ない。でも司法取引の場合、共犯者なので、その秘書室長も共犯だということになりますから、共犯者がその法廷に出て証言するっていうのは非常に注目されるということと、で、あとは報道という観点からすると、今まで名前が出てなかったんですけれども、裁判で証言に立つということによって、昨日から名前が出始めてるんですね、馬さんっていう。で、でも新聞ではイラスト写真は出てなくて、ケリーさんとゴンさんの写真は出てるんですけれども、小沼さんの顔はなくてイラストだけっていうね、この出し方のステップが面白いなっていうね。なんでなんですか？なんでイラストなんですか？だからその本人を守るという意識はあるんじゃないですかね。その写真が出るとやはり良くないと思うのか、もちろんネットでは当然出てますけれども、でその名前は初めて出たっていうね、その証言をしたからもうここで出していいだろうということで、もその判断少しずつこうオープンになっていくっていうのプロセスが私は面白いなっていうのを見てます。それがいいかどうかは別として、あとはその司法取引がどういうものなのか、どんな証言をしているのか、今までこう報道で流れてきているものなので、だけだったので、それが皆さんの前で証言するっていうことになると非常に大きなインパクトがあるし、そしてその共犯者でもあるので、その共犯者が言ってることは本当に信用できるのかっていう観点ですよね。でそこはやはり彼がどんな動機で日産会社の立場になって言ってるのか、日産側の、証言をサポートするためにやってるのか、あるいは個人的に本当にこの、なんていうのか、もう10年ぐらいそんなこうことをやってきて、報酬隠しですよね、高額な報酬学習をやってきて、それに対する、重荷っていうかな、これは やはり良くない行為であると、株主を欺く行為であるということから、告発するようになったのか、司法取引するようになったのかというところが、注目で、それをどのように語るのか、私たちは直接見れないですけれども、その傍聴人がいますので、そういう人たちがそれをどういうふうに見るのかというところは注目だなとは思ってます。そしてその昨日の新聞によると、やはりこの彼の証言によると、20億円以上ゴーンさんがもらっていて、日本人にはどこまでだったら許容できるかと話だったんですよね。でその10年に2010年に1億円以上は開示しなきゃいけないってことになっちゃったから、結局そこが一つのきっかけになって、この高額報酬開示できないよね、だからこの、10億円ぐらいだったら日本人は許容できるから、それ以上になったらそれは後払いにっていう形にできないかっていう、相談をされたというか、いうふうに彼は言ってるんですけど、そういう意味ではその格差を、ちょっとね、先ほど格差っていう話を聞いてたけれども、やはりその報酬格差がものすごく出てきちゃってるっていうことに対する
不満というのかな、この民主主義国家というか資本主義の政策というか、すごくその貧富の差が開いてしまうっていう、この社会って本当にそれでいいのかっていうことは感じたな、つくづくね。そして、まあ、意外だなと思ったのは、いや、郷さんもなんか堂々ともらえばいいじゃんって、なんか国民、日本国民の世論を気にしたんだなということを、うん、改めて感じて、なんていうか面白いなって、堂々ともらってればいいのに、うん、やはり日本人の国民性だとか、日本人に好かれていたいという思いがあって、少し気を使ったがゆえに、かえって非常に悪いイメージの方に持っていかれたというか、まあ、結局ね、逮捕ということになってしまった、うん、そこの、まあ、判断ミスっていう、んでしょうかね。ゴンさん、日本長いからね、そういう意味では、ね、まあ、相手も確かにあったんじゃないですかね、うん、だから少し気にして、うん、まあ、日本人の感情としては、あんまりね、何十億っていうのは、あんまり。あれなんでしょうけどね、うん、でそこで私思ったのは、いや10億だったら許容できるけど20億はダメだよねみたいな、そういう判断が下ったっていうのもなんか、うん、どういうことなんだろうみたいな、論拠ないですよね。そう、10億も20億もあまり変わらないんだから、堂々と20億もらえばいいのにってすごく思ったので、本当にそこでどんな議論があったのかっていうのが、まあ、今報道されてる部分だけだとあまりよくわからないので、うん、まあ、興味深いな。1億と20億だと違うけど、うん、すごく日本人的ですよね、そこはね。そうそう、おっしゃる通り、10億も20億も変わらない人だろうみたいな話だけど、そこを気にし、もし仮にゴンさんが気にしたとしたら、やっぱり長年ここにの国で仕事してたんで、なんとなくね、そういう感情が日本人にあるんだろうっていうことが、もしかしたら分かってたのかもしれませんよね。だって論理的じゃないもん。いや、まあ、大沼さんはそう言ってるっていうことなので、それが本当にそうなのか、まあ、ケリーさんは全然そんな話してないって言うだろうし。なるほど。だってほら、ソフトバンクグループのさ、あのインド人だっけ、元一回社長に、孫さんが一回退いた後入ってきたインドだかどっかあっちの方の社長の人いたじゃないですか。100億とか平気でもらって、でなおかつ任期途中で辞めて100億もらって、50億だったら忘れたけど、で辞めて、ただ金だけもらって辞めてったんですよ、あの人。そういうこと平気でやるわけ。だから、僕今それがピンときたんです。ゴーンさんみたいなね、レバチリの人が、もしそこを考えてたとしたんだったら、結構やっぱり日本に愛着あったのかなと、うんうん。なんとなく、そんな気にもなって、ってうん、ちょっと、あ、人間ゴーンみたいなところが。そう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 。ちょっとね、そういう感じが面白い表現ですね。そう。だから、その方はこれから20回も話をするんですって、証言するんですって、大沼さん。だから、あれでしょ、その司法取引っていうのは、罪は認めるけど、減免してもらえるよっていうことそう、うん、彼は逮捕されてないんです、起訴されないんですよ。うん、そういうことです。その代わりにもどんどん証拠を出す。うん、罪は罪なんだけど、減免。そうです。そこが司法取引と内部告発とはまた違う、うん、そうですね、内部告発、公益者通報者保護法っていうのは、基本的に共犯者じゃないし、ないから、うん、そこが減免とか関係ない。はい、第三者として、はい、第三者というかね、うん、知れた人間が出すということだから、うん、共犯者じゃない。そうですね。うん、でも、司法取引によって、確実な証拠を持ってるわけじゃないですか。確実な証拠をね、うん、でそれが出されるということは、やはり大きい、まあ、大きな証拠にはなるので、一体言わないだけじゃなくて、多分この書類ももちろんあるんでしょうから、うん、そこをどこまで、まあ、立証できるのか、まあ、証言もそうですし、証拠として認められるのかというのは、まあ、注目ではありますし、まあ、郷さんが不在の中、まあ、どんなふうに進むのかというのはとても関心は高いですし、まあ、司法取引がどういうものなのかということの、まあ、理解を深めるためにも、うん、どうやって使ったらいいのか、司法取引をどうやって本当に使っていくのかっていうことの、まあ、事例としても参考になるので、その企業の、まあ、不正ですよね、不正に深く関与した人がやっぱりこう言っちゃうと自分も捕まるから、ずっと言えずにずっとこう、まあ、なんて負担として
もうそのまま墓場まで持っていくっていうのではなくて、が減免されるんだったらちゃんと言おうというふうな形で使えるんであれば、それはそれで、まあ、いいんじゃないかなとは思いますので、注目です、ね。村上先生との話でしたっけ、はい、あのトリッキーがね、どうなるかっていう話は何回かに分けてジャーナルでもやったような気がしますけど、はい、なかなか日本の文化で仕事力が育っていくかというのはね、うん、あの非常に難しい、うん、運用面で難しいなという、うん、今回のコロナの騒動を見ててもね、一回罪を認めちゃうと日本の社会の場合村八分されてね、うん、欧米の社会であれば罪を償ったということで社会復帰するんだけど、うん、日本の場合はそう罪を少ない分ね、一旦こうレッテルを貼られちゃうと社会からこう阻害されちゃうっていう文化が、まあ、まだ根強く残ってるので、なかなか今の状態のまま商取引がこう定着していくかなっていうのは、よっぽどうまく運用をね考えていかないと難しいんじゃないかなというのは僕の意見だけど、うん、そうですね、まあ、裏切り者になってしまうっていうのもありますから、まあ、他でも務められないでしょうから。いや、明智光秀のね、動画を撮ったんですよ。動画っていうかね、その再評価をすべきで、明智光秀が、ね、ずっと裏切り者で、はい、歴史上やられてきてるわけで、でも実はそういう人だったのかどうかっていうのは、うん、意外と今、歴史検証がね、うん、やっぱり勝った人が歴史を作るので、うん、よくよく見てみると、すごく、なんていうかな、優れた武将だった、うん、歴史的にデータがあるわけですよね。うん、だけど一旦こう裏切り者っていうレッテルを貼られてしまったら、やっぱりこう400年にわたって裏切り者、うん、ね、うん、そういう意味でやっぱりそういう良きも悪きもそういうような文化が日本は根強く残っている、うんうん、裁判員制度もなかなか根付かないでしょ。結局上に行って裁判官が決めるというようなところになっちゃってるってことも踏まえてみると、うん、まあ、なかなかね、裁判員裁判とか司法取引って本当に、よっぽどうまく運用しないと難しいのかなっていう気はしますよね。うんうん、そうですね。うんうん、まあ、でもその検察の、ね、取り調べだけでね、進めるっていうのは非常に難しいっていうか、なかなかやはり内部の人じゃないとわからないことって多いので、そういう意味ではその、組織の健全化を進めていくという意味においてもね、本当だって日産の郷さんのだって本当は会社の中でやるべきことだったのよ、まあ、別に司法まで持っていかなくたってちゃんとガバナンスが効いてればね、チェック機能が働いてればできてたわけなので、それがあまりにも権限が強大すぎてできなかったっていうね、もう組織の問題はあるので、そうするとやはりこの、まあ、司法が入っていかざるを得ないような側面はを、まあ、会社自体が作っちゃったっていうのはあるのでね、うん、だそうならないように中小企業基本法の改正とすごく、まあ、日産は大企業だけどね、うん、日本的組織っていうのはやっぱりすべからくそういう家族系的なと、うん、大きくても違う、トヨタだってさ、トヨタ一族みたいなイメージで、うん、トヨタっていうとそう、あれだけ大きい会社でもなんとなくこう牧歌的に家族的な経営みたいなイメージがあるんですよ。そうすると内部告発はしづらいよね、やっぱり、うん、だからその制度だけこういうふうに日本っていうか、まあ、特に東アジアにそういうイメージが強いんだと思うけどね、仏教国という、うん、なんていうか、まあ、宗教的な問題もあるんだろうけど、組織の作り方としてやっぱり株主資本主義みたいなドライな会社組織じゃないから、うん、そこに司法だけ西洋のやり方を入れてもね、だから元々の組織構造がやっぱりこうみんなが家族的経営みたいなのがどっか、ね、会社の組織が大きくなってもどこかある中で、それだけ、こう入れられるのが果たしてうまくいくんだろうかっていうのはなかなか、うん、それも大いなる実験かな。そうね、まあ、なかなか根付くのは難しいのかもしれないんだけれども、でもこう、ね、前ながらやっていくしかないんです。うん、そう、やっぱり必要な制度だと私は思うので、まあ、それを悪用するわけにはいかない、悪用する人も出てきちゃうかもしれないんだけども、それをこう健全に運用していくっていうのは時代のニーズじゃないかなとは思いますけどね。なるほど、ゴンさんのね、はい、なので、うん、これから注視しない中で、はい、裁判が進んでいくわけです、うんうん、
なかなか面白いと思います。はい。そういうことで30分ぐらい経ったかな。はい。ことで、また1週間。来週ですね。はい、また来週。10月に入りますんで。はい。じゃあ今週はこれで終了と。いうことで、また来週。はい。じゃあな。皆さん、うん、さよなら。はい。ありがとうございました。